ポールデスモンドはアメリカ合衆国のジャズサックス奏者、作曲家。ウエストコーストジャズを代表するミュージシャンの一人でデイブ・ブルーベック・カルテッド在籍時に作曲したテイクファイブ等で知られる。サンフランシスコ出身。父親はボヘミア地方からのユダヤ人移民。12歳でクラリネットを始め、後にサックスに転校。1946年。 ジャズピアニストのデイブ・ブルーベックのバンドでデビュー。1956年には、ジョー・モレロが、1958年には、ジーン・ライトが、デイブのバンドに加入。1967年に至るまで、この4人で多くのアルバムを発表するが、特に、タイムアウトは、ポールが作曲した5拍子の楽曲、テイク5が、評判となった。さらに1964年には、 日本公演の印象をもとに日本の知識や文化をテーマにしたアルバムジャズ・インプレッションズ・オブ・ジャパンを発表。デーブとの活動以外ではジェリー・マリガンとたびたび共演し、また1950年代中期からはバンドリーダーとしての活動も多くなる。1963年から1965年にかけて RCA ・ビクターと契約していた頃はコニー・ケイや。 ジム・ホール等が、ポールのサイドマンを務めた。1963年に作曲、録音した、楽曲、テイク10は、テイク5の続編として作られたもの。デーブ・ブルーベック・カルテット脱退後、A&M レコード内のサブレーベル CT2 席。全曲、サイモンガーファンクルのカバーからなる、ブリッジ・オーバー・トラブル・ド・ウォーター等の意欲作を発表。その後、 A&M のプロデューサーのクリード・テイラーが CT レコードを独立させると、ポールも同社の専属となる。アルバム、スカイラークは愛のロマンスのジャズバージョンを収録。また、ジェット・ベイカーの復帰作、シー・ワズ・トゥ・グッド・ツメやジム・ホールのヒット作、コンシエルトにサイドマンとして参加。1977年5月30日、肺がんで高い。 1950年代のジャズサックスでは、チャーリー・パーカーの影響力が強かったが、ポールは、レスター・ヤング・チョッケーの繊細なスタイルを持ち味とし、異彩を放った。1950年代末期から1960年代前半にかけて、アメリカのジャズ専門誌、ダウンビートの読者人気投票で、アルトサックス部門の首位を、しばしば獲得。アル・ミュージック三賞、テイクテン国内版 CD、 ライナーのーツ参照。ありがとうございます。